はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、続きをやっていきましょう。ヒーロカネを取りに行くために、一応なんかここに行くみたいですね。ヒーロカネがあるというジャンダルムふもとの洞窟を目指そうと。よく予測立てられるよな。ここら辺にあると思いますみたいなこと言ってたけど、ま、地図上で行くと近場なのはここですね。ま、一旦移動しますか。ここからすぐ行けるかな。っていうかどっかあったっけ、ここに移動してきたところで。まあいいか、進んでいきましょう。ちょっと地図を見つつ、あ、イベントポイントがありますね。あ、こいつらは全部鹿として、まあ、まずはイベントポイントまで突っ走っていきます。何かあっても無視。あ、こっちか、沼地のところか。あ、この先進んでいくのね。この先は行きましたよね。何があったっけ、なんか一周して終わりだったような気もするけど。あ、橋か、橋がぶっ壊れてましたね。そういえば、てか沼地の上に普通に立ってるし、地図で見る限りこの先のはずですとか、ほんと落車すげえな。いや、まあそうだよね。でもあの橋って直せるの？ああ、あのごっついやつがいるな。こいつも無視しよう。おお、危ない危ない。あのココナッツもね、当たるとだいぶ減りますからね。落車頼んだ。んで、こっちに来て、このままちょっと回る感じか。うわ、2体いる。でっかいのはね、ほんと2体相手にするときついんで。あ、あった、橋橋ぶっ壊れてますね、やっぱり。この会話って前回もしなかったっけ。おお、父上が作ったんだこの橋、すごいね。探検家。探検家のことですねって。冒険家とは違うんだ。一応定義的なものはあるんだね。なるほど。生まれた時からここにいるの？人間が一人だったってことはさ、自分が人間だっていうことを認識できないよね。あれ、なんか他の種族とはみんな違うなーっていうのは思うかもしれないけど、他に人間がいるわけじゃないから自分が人間だっていうことは分かんないですよね、父上が来ない限り。壊れた吊り橋直せんのこれ、どうやって直すのだって。手先の器用なエアランの指示のもとって。そんじゃやるとすか、器用で済むか。橋の補修なんて器用だからできるもんじゃないでしょう。
ありがとうみんな。いやめっちゃ立派だし。橋ってどうやって作るんだろう。お前ら感謝しろ。これさ、だって川のところに支柱みたいなのがさないからさ、一気にこれ向こうまでかけないとダメだよね。どうやって向こうにかけたんだこれ。支柱があればさ、まあそこまでちょっとずつかけていけばいいんだろうけど、そういうのないからね。いや橋を作るってすごいんだな。お、セーブポイント。なんかサルとうちがいるけど、あれこいつら新しくない？こっち行けんの？行けないか。まあ蜂が多いな。これで逃げ道を。このさ、残ったの罠みたいなやつがいまいちよくわかんないんだよね。あ、こっちは少し入れますね。猿がいます、猿が。この猿も前の猿とはちょっと違う感じかな。色がちょっと茶色い。お、鉄鉱石落とした。あの投げてきたの鉄鉱石なのかな、石みたいなの。どっちだこれ、この中とか。ここならよく釣れそうだ。あ、ここはいけないね。あ、魚が向こうにいる気がする。あれ魚だよね、うん、障害物が邪魔で釣りができない。よしやるか。あっちまで伸びるかな。一匹だけ釣ってみましょう。てか釣れてるこれ。はいや、絶対魚じゃないよこれ。え、新鮮な漂流物。キャベツ、ナスビ、パプリカ。なんでそんなもんが流れてきてんの。しかもさ、それを釣るってすごいよね。よく引っかかったよな。まあじゃあルート的にはこっちですね。こっちはなちょっとめんどくさいな。ラクシーに任せよう。まだ生きてるかあの蜂は。頑張ってくれ。おわ、で次のマップと。お、クモがいる。あれ、このクモ何、硬いの。もしや全然硬そうに見えないけどな。そういえば机の上にあった花はリコタちゃんが摘んできたのですか。しかり花は可愛いし綺麗。あれ広いな。とても癒される。うわ、ちょっといっぱいいる。同感です。これすげえいっぱいいるな本当に。めっちゃ一掃してるけど。お、いいね鉄鉱石。なんでクモが鉄鉱石持ってんだ。とりあえずこっちの方から行ってみますか。花がありますね、花が。まあこれはね、輝く葉あたりがレアだと思うんで。いや、この何この罠。え、めっちゃ広いな本当に。広い。あれ、なんかあっちにでっかい猿がいる。まあ、しかとして、こっちにもでっかい猿がいる。拘束された。おお、なんだなんだなんだ。待って待って待って。おお、怖い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 。どっか行ったぞ。おい、行って。メガトンプレス的なものか。あ、罠に引っかかったよ。ちょっと待って。蜂の意外に引っ越しない。ちょっと待って、ウホウホしだしたら襲ってくるから。これこそさ、なんか残ったのさ、罠がめっちゃ効きそうじゃん。あ、気絶した。あ、ぶっ倒れただけか。あ、気絶したね。ゴーバックサンダムみたいなの覚えた。
お、宝箱。あ、これ輝く粘液。あともう一つなんだっけ、輝くなんちゃらがもう一個必要でしたよね。ちょっとリコッタにしよう。リコッタにしてあの罠にはめたい、この猿を。さあ来い、オラオラ、さあ来い。消えた、痛い、くらえ、罠、弱っ。なんなん、ちょっと待って、おりゃ、これちょっとマジ怖いんだけど、こいつ。いや、タフだねやっぱり。おお、気づいた。いや、ちょっとヒットポイントもだいぶ減ったな。ただやっぱすげえいいの持ってんね、アイテム的には。これを迎撃して、ちょっと休めるっけ、ここちょっと時間かかっちゃうけど休みましょう。どれくらいかかる、30秒くらいで回復してくれると助かるんだけど。いや、30秒以上かかりそうだな、1分くらいかかりそうだな、マックスになるまで。これだってレベル33でこのくらいでしょ、ってことはもっとレベルが高くなると回復に時間がかかるってことだからね。ヒールポーション使っちゃった方が早いけど、うん、まあ1分はかからないくらいか。あれ、もろこしがある、もろこしが。あ、素早くてめんどくさいな。この猿何投げてんの、マジで。あ、鉄鉱石らしきものがこっちにあるな、取ってこう。最近の流行りは敵対と鉱なんだ。敵対と鉱1個で鉄鉱石何個分なんだろう。てかもうそもそも鉄鉱石がいらなくなるか。ん？ってこっちでいいのかな。雲が来てる。うわー、2人いるねこれは。そしてちょっとたったぐらい。うお、くる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 、待って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 、うお痛い。これさ、もう使っちゃっていいじゃん、2人いるし。オーラ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 、2人当たってるこれ。よし、こっち行って。おー、かわせない、これが。よし、一匹倒せばこっちのもん、さらに一匹です。いやー、アイテムすごいね、本当に。だいぶこっちも消耗したけど、お前のね、ザコはね、飛んでなさい。完全に島の侵略者だよな。いや、人間って怖いねやっぱり。風切り羽、リコッタ、ここに来たことある。マジか。目指す洞窟は近いよ、注意して進みましょう。てかリコッタ、あの猿たちと戦ってたのか。まあお父さんが一緒にいたと思うけどさ、そりゃ強くなるわな。こっちは結構強いからね。
あの猿相手に戦ってこれたのはすごいね。やっぱりいっぱいいるね、この雲。出来上がった。あ、でもまだ31か。どっかで戦闘音が続いてる。うわ、またあいつがいるか。あれ、ってかこっち入れそうだけど、どうなんだろうな。これ、これがね、かませない。うわ、2回食らった。ちょっとヒールポーション使おう。まだまだいける。痛い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 。このね、タイミングが取れないんだよね、フラッシュガードの。痛い、食らった。まだまだいける。この猿に一体どれだけポーション使ってんだよ。クソ、帰ってきたし。これをここで倒す。全然ダメだ。ここで倒す。いいね、までの裏に放つ。痛い、いきなり飛んできた。ここでかわす。全然倒せない。このサルにめちゃくちゃ時間かかってるな。うおー、てかさ、リコッタとかだいぶ食らったけど大丈夫なの。超怖い。ってダメだ、普通に歩いてるだけじゃかわせないっていうか距離を取るとこっちは帰るな。初期位置に。あと1匹。おーれ、ダメだ。ちょっとね、フラッシュガード狙ったんだけどね。ここは技を使っていこう。この間の味方攻撃してくれてるからね。よし、いやー強かったね。てかまた回復しないと。まだまだいける。あと何個、あと2個しかない。最悪ヒールポーション取りに帰らないといけないな。これこっちの方とかもね。かなり広いな、ここはマップが。何かあるぞ。花、ヒールポーション用に花はね、重要だからね。いや、マジ広いわ。あそこに宝箱が見える。前方に宝箱発見。取りに行くぜ。あれ、ロケーションかよ。エアーズロックケルン。いや、これめっちゃ不安定じゃん。大丈夫？すごい綺麗だな。実妙なバランスを保ってるんだな、きっと。炎馬の古墳。多分やけどにならない的なものなんだろうね。さらに、ここも蜂が多いね。痛い。あんまちょっと回復量が少ないね、この攻撃して回復のやつは。これだったらなんか別のやつを装備してもいい気がしてきたな。どうしようかな、ちょっと耐えようかな。あ、これ当たった。いって、なんか食らった。投げてきたやつか、お前やろ。
よし、鉄鉱石。ラッキーですね。ん？あとこっちになんかありそうだけど。狼がいるね。囲まれた。いや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 、あのさ、アドルの技で一掃できるでしょ、こんなの。待て待て待てー、なんか来た。みなりのいい青年か。なんか女性に見えたな。人差しだな。戦うんか。いや、これで一掃できるでしょ。いや、もう終わりだよ。アイテム、アイテム。いや、こういうやつには厳しくいった方がいいんだよね。ほとんど僕たちが倒したんだ。まあ確かに着ているものからして貴族っぽい感じはしますね、こいつ。なるほど、無人島というのは気づいていたが、あ、まあともかく状況は理解した。改めてオースティン、僕はグリア貴族のオースティンという、後世に名を残す偉大なる芸術家の名だ。ぜひとも覚えておくといい。芸術家なんだね。音楽以外、一人で行ったけど大丈夫か。まあ確かにね、戦闘はできそうな感じでしたよね。まあ、強いかって言われるとなんか微妙な感じだけど。木がいっぱいあるな、ここ。こっちの木はこれか。あれ、ここ、これで終わり？ここの木も取ったしね。さっきの洞窟のところに行かないといけないけど、ちょっと地図が埋まってないね。地図を埋めていこう。おお、怖い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 。いや、これさ、地図 100% にするのとか無理でしょ。絶対どっか埋まってない箇所が出るよ。うわ、猿がいっぱいいるな。あれ、ここ来てないのか。ちょっと段差があってこれが当たりづらいな。よし、これを破壊して敵対とこう。で、この中か。てか、ちょっと待って、こっちに鉱石があるから、先にこれを回収して。よし、行くぜ。鉱王の岩窟っていうのかな。回復ポイントがある。これさ、こういう風に化石になってるってことはさ、こういう体勢で死んだってこと？こいつとかなんか移動中に死んだのかな？どうだ、研究に役立ちそうかね。外で留守番だったか。それもさ、ちょっと危ないよね。一人で留守番っていうのも。
いつ何時襲われるか分からんからな。一緒にいた方がむしろ安全っていう、そういう考えにはならなかったのか。またこのキムがいるね。移動してきた先に。どこ行ったんだあいつ。罠が発動していた。鍾乳石か。ん、どっちだ、こっちか。お願いします。雲は複数で来るね。こいつ鳥獣の骨持ってるな。ちょっとレア的なものだと思うけど。レベルアップです。マクシャのレベルが早いね、上がるの。うわー、いっぱいいる。いや、マジいっぱいいな。しかしこの技すごいな。本当に強い。めっちゃ一掃できる。あれ、待って、戦ってる。丈夫な骨ばっかりだな。まあ、その丈夫な骨を切り裂いてるからね、こっちは。何かあるぞ。鉄鉱石。もう今は鉄鉱石っていうより敵対ってところの方がいいのか。これだけで先に進んでいけるからな、ご利用して。でも猿とかあのでっかいやつはね、少し考えて戦わないとだいぶダメージ食らっちゃうんで。ザコがね、ワンサカ出てくる分には全然楽なんですけどね。なんていうか、こっち、この上とか。よいしょ。あれ、よいしょ。何これ、もしや、よいしょ、ここから行けたとか。よいしょ。ああ、危ない危ない。これ多分下に落ちたらいけないんじゃないか。こっからすぐ帰れるよ的なあれか。そりゃそうだよね、いきなりこっからさ。ここまでワープできたら一瞬で終わっちゃうからね。いや、なんかボスとか出てきそうだな。この化石動き出さないだろうな。ゴー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 みたいな。お、ここはなんて幻想的な光景なのでしょう。そうか。光、お日様の色、リコッタの矢と同じ。ええ、どうやら壁面全体が黄色金を含んでいるようです。こいつはすげえな。それに正面のでかい化石、あれも古代史だったりするのか。ええ、竜脚類の一種ですが、その中でもひときわ大きい個体ですね。これほど大きくて完全なものは未だ発見されていないはずです。はあ、こんなのが昔は生きて動いていたわけか。アドル、どうやらここでヒーロカネを入手できそうです。採掘しやすそうな場所を探してみましょう。いや、絶対こう探し当てたらボスがゴゴゴゴゴーみたいな感じで来るでしょう。ここがあれになってるけど、あれ、右の方にもなんかポイントがあるな。あ、ここか。ピッケル持ってきた。ピッケルとか忘れるからね。ボロピッケルとかだとすぐ壊れちゃうからね。必要な量取れないんじゃないか。おお、ちゃんとピッケル持ってきたのか。
え、何が？黄色かね？ああ、夢ね。偶然だと思うしかないなってまあこの世界はね、基本的にいろんな不思議なことが起こる世界ですからね。魔法とかも存在するんで。おお、ヒーロー金の原石。あれ？ボス出てこない？まあ別に出てこなければ出てこないでいいんだけど、帰れるそのまま。帰れそうだ普通に。ボスはいなかったね。このヒーロー金は誰にも渡さんみたいな感じで出てくるかと思ったけど。そんな敵が出てくるとは思ってなかったけど、化石が動き出す感じがしてたけど全然違ったね。だからあとはこのヒーロー金を加工できるかどうかだよねてか少なくね。おお、ちょ、準備できてんだ。あー、まあそうだよね。あー、なるほど。そこなんとかなりませんかってどんだけ分からず屋なんだお前は今までの話聞いてなかったのかっていう。そうか、まずはヒーロー金を武器にするんじゃなくて、ヒーロー金で補強する感じだね。三日三晩。いや、大変だね。手伝えよ、少しは。何かできることはあるでしょう。マッサージしてあげるとかね。カトリーンさん、僕がマッサージしてあげるよって言って。そのままヒーロー金の武器で殺されそうだけど。かっこよくない？しかもじゃあサードは変わってなくね。いやー、いいよいいよ、楽しみだよ。ふんふんふん、なるほどなるほど。お、どうした？迎撃戦の合図。早速来たか。試し切りにはちょうどいい。いや、いない時でもさ、リトルパロが飛んできてるでしょ。やつか、やつがいるか。ここで決着をつける。ほら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 、決着の時だな。で、どうなってんだ。とりあえず武器を見てみよう。何を鍛えるの？リベラシオン、グランセーバー、銀ローコン、アクセルブレーカー。あ、強くなってるよね。てかディフェンダーって最後まで強化したっけ。まあいいか。敵対渡航でいけるな。1回ずつ強化しよう。では始めましょう。さあ、できたわ。グランセーバーも1回やって、できたわ。
先にリクッタだな。ジャモンガラか。完成よ。アクセルブレーカーどうしようかな。一応鍛えておくか。こいつもジャモンガラか。さあできたわ。いやあいついなくてよかったな。素材がだいぶ消費するからね。名前忘れちゃった。銃使うやつ。よしで、じゃあ追撃戦になるので土器の前まで行きますか。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はヒーロカネの武器を使っての追撃戦になります。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。